に。いちゃいけないような雰囲気な場所なんですけど、こちらでちょっと報告あります。もう多分出てると思うんだけど、お友達のソラチンです。ソラチンです。はい。どうぞ。ね、ちょっと気持ち悪いな。おな。どうも完全にオフだからなんかこんな感じですけどね。すいません。はい。で今回ね、ですね、厚木のですね、これ撮ったりね、デレヘル言っちゃうけど、デレヘル、僕の偽物が、ね、僕の偽物がね、出ました、はい、まあ、別にね、いいんですよ、そこまでは、そこまではいいんだよね、そこまでは OK です、うん、そこまではいいよ、まあ別にね、Tチャンネルのね、俺、店長なんだなんつって、言っちゃうんだよね。うん、そこまでまあまあいい、まあいいよ、まあいいよ、100分ですかね。ここだとピーって入っちゃうな。本教ね。本教はダメ。うん、本番教養ね。厚木ダメだね、デリヘルはね。うん、デリヘルはダメですから。ダメ、本番教養ね、NG。だそういうことをね、言っちゃうらしいんですね、僕のふりしてね、よくないよね。ダメです。ね、ダメいたんだよね、現にね。いました。うん、でね、これね、現にちょっとソラチンとは、まあ、そもそもソラチンが飲み屋さんにいるときに、知り合ったんですよ。だから僕はまあね、ごとく上として会ってないからね。会ってません。僕ね、はい、うん、だから体の関係は一切ございません。それを言ってこないとね。俺うまくないし、以上だ、既婚者なんだね。うん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 、はいはい、そう。それで他にもね、他の店でもそういう風に言われた人がねいるんだってね。います。ね、よくないでしょこれ、マジでね。人の名前を語ってさ、ね、なんかそういう、しかも厚木だしね、狭いからね。あ、ね、ちょ、ね、おさんもね、ほら、ホームクラウドとは言わないけど、ね、あそこ行くからね、たまにね、たまに、うん、それでね、俺 YouTube のうんぬんなんて言ってないから、そんななんか YouTuber とかなんか入っちゃうので、入りは、うん、で、挙句ね、Tチャンネルの名前を出し、俺が店長だと。俺が店長だっつっちゃったんでしょ。いやいや、お前ホントそういうことやってるとね、本当にコピーだったね、多分ね。うん、そうで、他にもね、それを聞いたっていう人がね、ソロキのお友達でもいられます。うん、笑えねえべと。そう、笑ってなんか言っちゃいけない。そうね、それはね、お前よくないよ本当に。いや、お前つっちゃってんけどね。そう、それをね、どうしても僕これ皆さんにお知らせしたくて、はい、この動画を、撮ることになりました。はい、ちょっとね、トラックを楽しみにしてられた方にはちょっと今回ね申し訳ないんですけど、うん、本当にね、今回はその時に我慢してください。本当ダメなって感じなんですけどね。はい、そうで、じゃあね、できればね、その方とね、僕ね、お話ししたいんですね。なんかやたら詳しいらしいんですよ。特徴は、特徴は背が165センチぐらいです。あ、165センチぐらい、はい、うん、店長よりか低いですけど。そうだね、ちっちゃいね、ちょっとね、はい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 。あとは、棒作りじゃない、棒作りじゃなくて、うん、3ミリ、3ミリぐらいのちょびちょび毛が生えてます。五輪というか一部というかね。うん、いや、スキンじゃないんだね。スキンじゃない。あ、スキンじゃないんです。はいはい。でも、もう色眼鏡とかかけてるの？色眼鏡は青です。青にかけてるの？フレーム？うん、フレーム。フレーム青。フレームっていうか、なんていうんですか。レンズ。あ、レンズが青。レンズが青。おー、レンズが青。はい。うん、あとは。一番特徴的は、うん、右の口のとこに大きいほくろがあります。右ってことはこっち？右、そこ、もっと下のとこ、唇の下のね、唇の下、そこここにほくろがあるの？そこにほくろが大きいやつ。え、結構特徴あるよね。すぐ、あ、ほくろみたいな。あ、そういう感じ。はい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 。あ、じゃあそれ
お友達もほくろ、そいつなんだ、うん、ほくろってついてきたから。あーで、YouTuber を語り、 YouTuber を語り、 T チャンネルって T チャンネルって、うん、で、なんかうちに出てくださってる、協力してくれてる人たちの名前も出しちゃったりしてんだよね。出してます。どうなんそれね、君見てる、君だよ、お前、ね、お前が NG だっつってんのだからね。うん、見てくれてるまではすごく嬉しいからいいんだけど、お前人の名前を語ってね、そういうなんかね、風俗店で俺はどこどこの誰々だからみたいな、マジ本当にやめろってね、迷惑だからマジで。じゃあおじさんも厚木で遊んでんだから、遊びにくくなんねっつうのね、人の迷惑考えましょうね。子供じゃないもんね、そっちね。子供じゃない、大人だね。大人、30後半、30後半、あ、なるほどね。あ、じゃあ俺より遠ぐらいしたかなって感じだね。うん、そう、それお前ね、お前だよね。そうだからね、それはね、ちょっとね、すぐにやめてもらいたいね。うん、できればね、会ってお話ししたいぐらいです、あなたとね。そうだよね、話しましょうね、本当に。そう、そういうことです。レンタカーだっけ、レンタカーです。うん、レンタカーで来るっていうね、なんかこう身元がバレないようにバレないようにしてる感が出ちゃってるんだよね。そうそう、これはね、ちょっとね、こんな動画もどうかなと思ったんですが、はい、ちょっと今回は困るなということで、ちょっとやめてもらっていいですか、本当に笑わすのやめてもらっていいですか。はい、そう、こういう形で皆様に、報告することになりました。はい、だからね、あれ、そいつなんか知ってんなみたいな方いらっしゃったら、ぜひコメント欄にください、お願いします。はい、ね、コメント欄にいただいて、その後はグッズ販売用の LINE の方で、うん、ちょっと詳しい話はね、まずいんで、そちらでやり取りさせていただければと思っております。はい、まあちょっとね、いいじゃんそんなのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、うん、ちょっとね困りますね。ただ語っちゃって楽しく遊んで帰られるだけだったらいいんですけど、ちょっとね、悪い印象を与えちゃってるみたいなんですね。そういう本番強要とかね、うん、ちょっとルールを破ったようなことをしてみたり、あとなんだっけ痛い目合わせるぞとかね、なんていうか、だからお前がね、どういう痛い目に合わせるの、マジで本当にね、いい加減にしろよお前、本当にね、人の名前語っといてバカね、バカ、うん、そういうこと。はい、じゃあそんな動画に今回はなりました。申し訳ありません。はい、じゃあそろちもありがとう、ありがとうございます、ね、アイココマルさん、アイココマルさん、アイココマルさんが出るっていうこと、アイココマルさん、ありがとうございます、よくわかんない、そういう感じでございました。はい、じゃあ今回はこんなくだらない動画になって